はい、どうもこんにちは、ケンエです。今日はですね、熱帯果樹とはということについてやっていきたいと思います。まあ、果樹というのはですね、大きく分けて2種類に分けられます。1つがですね、この今回紹介する熱帯果樹ですね。でもう1つが温帯果樹と言われていて、まあ柿とか、リンゴとか、ああいうね、よくスーパーで並ぶフルーツです。で、温帯果樹、日本だとね、温帯果樹がね、そこそこ有名なんですよ。なんでかっていうと、日本は四季がありますよね。春、夏、秋、冬、四季があって、熱帯果樹よりは温帯果樹を栽培するのに適した地域なんですよね。なので、よくスーパーで温帯果樹が買えるので、そこにはすごく馴染みがあるんだけれども、世界ではですね、結構この熱帯果樹が食べられていたりします。うん、で、今回またちょっとご紹介させていただくんですけれども、マンゴーとかですね、あれは熱帯果樹の果物の王様と言われております。でさらに、ドリアンとかね、魔王って言われていたりします。で、前回僕動画で紹介したんですけれども、マンゴシチンですね、すごく美味しい、これはね、美味しいマンゴシチン果物上ね。で、あと世界三大美花の一つにね、チェリモヤっていうのがあるんですけれども、アテモヤのマテモヤとほとんど似ているやつなんですけれども、これもかなり美味しいです。で、こう異名がついている果物ってほとんどね、熱帯果樹なんですよ。魔王とかね、王様とかね、アテモヤもこう森のアイスクリームとかね、こういろいろ言われてるんですけれども、すごくね、なんだろう、癖があって、ハマるとやばいみたいなのをねもう悪魔の実みたいな外形をしてるのも多いんですけれども、その熱帯果樹すごい多いんですよね。すごく美味しい語彙力がない、はい。で、今回この熱帯果樹について詳しくやっていきたいと思います。そもそもね、トロピカルフルーツって何っていう人とかすごい多いと思うんですけれども、この動画を見るともしかしたらね、ちょっとは、理解というか、知るきっかけになると思います。で、またね、木ですね、木を見た時に、あれは熱帯果樹だね、あれは温帯果樹だねってい こう判別もね、もしかしたらね、できるかもしれないので、ぜひこの動画をね、ご覧いただきたいなと思います。で、僕前回ね、ブログを書いたんですよ。こちらですね、糸満フルーツ園けんちゃん、はい、マンゴーなどの熱帯果樹の特徴は、また、リンゴなどの温帯果樹と比較して詳しく理解するというブログを、書きました。はい、で、こちらは僕たちが栽培している果物の、一つ、例ですね、マンゴー、アボカド、スターフルーツ、バナナが果物か野菜かって議論ありますけど、島バナナ置いといて、アテモヤね、レンブで、川淵沖縄原産のみかん、でグアバーと、あとフルーツパパイヤ、こういった、これは一例ですけど、こういったものを育てております。はい、ということでね、今回ちょっと熱帯果樹の説明の方やっていきたいと思います。特徴は大先にね、ざっくりわーっと話をした後に一つ一つね、掘り下げて説明していきたいなと思います。で、ブログの方にね、ちょっとイラストがあるので、そちらをちょっと使いたいなと思っております。ブログをね、読む時間がないよ、だけどこう熱帯果樹について教えてっていう方向けにね今回動画を撮っておりますので、ぜひご覧ください。で、特徴ですね、ざっくり、言っていきたいと思います。で、特徴1、1年中葉っぱがついている。これね、結構面白いですよね、一年中葉っぱがついてる。で、特徴に、乾燥ストレスで花芽がつく、これも詳しくやっていきますね。乾燥ストレスで花芽がつく。で、3番目、発芽が不揃いで長い期間開花、長い開花期間消しちゃった長い開花期間、はい。で、4番目、クライマクテリック型が多い、これは追熟という意味ですね。クライマクテリック型の、果物が多い。で、今ではこれちょっと嬉しいんですけど、今では、沖縄みたいな亜熱帯地域だけではなく、本土の温帯地域でも栽培がもしかしたら可能ですね。温暖化の影響もあったり、あと、設備がね、結構、進化してきているので、もしかしたら皆さんもね、このフルーツを育てたいなってなった時に、今まではこう温帯果樹、が選択肢だったんですけれども、もしかしたら熱帯果樹もね、育てることができるかもしれないよということを最後にお話しして終わりたいと思います。それではね、早速一つ目からやっていきましょう。はい、それではですね、熱帯果樹の特徴を少し解説していく前に、ちょっとね、原産の確認だけしたいなと思います。熱帯果樹の原産ですね。熱帯果樹と言われるだけあって、原産はね、熱帯地域ですね。これは世界地図をぐわーっと広げたものなんですけれども、
ウィキペディアから画像を引用してます。この赤いゾーンでレッドゾーンでね、示したものが熱帯地域です。まあいかにもね暑そうですよね赤道直下というかね。でまあブラジルとかね、アフリカとか、まあ、東南アジアとかっていうのが有名です。で沖縄はね熱帯地域じゃないんですよ。熱帯地域の若干上にあるんですよ。まあ亜熱帯って言われるんですけれども、まあ現在はですねこの亜熱帯でも十分その熱帯果樹が栽培できる、まあ、北限だと言われております。まあ今ではですねでも温暖化とかねこう設備の充実のおかげで、まあ沖縄じゃないか、こう日本本島でもですね本土の方でも栽培できると言われております。まあ、栽培してる人も、中にはいますしね。はい、そんな感じです。ではね、早速特徴の方を一つ目から言っていきたいと思います。はい、それではですね、特徴の一つ目、一年中葉っぱがついているから、早速やっていきたいと思います。はい、これがね、一番大きな特徴の一つだと思います。まあ、熱帯果樹というのはですね、冬の寒い時期、葉っぱが落ちない、神々しいですね、はい、季節感を感じさせない木がねこう立ち並ぶっていう感じになってるんですけれども、まあ、温帯果樹ですね、これ冬の寒い時期葉っぱが全て落ちるんですよ。で青森県とかね結構リンゴが有名で、町とか普通にねこうリンゴがバーバーって立っていたんですよ。僕冬にまあ見に行ったんですけれども、その時にねやっぱり葉っぱが落ちてて、うん、あなんか寒々しいなって思った感じだったんですけれども、はい。でこれね、あの自発休眠といって病気じゃないですよ。木が自分のメリットのために、生存戦略のために葉っぱを寒い時期に落とすっていうのをやるんですよね、温帯果樹っていうのは。でこれはね、葉っぱが落ちてエネルギーをね木の内部に蓄えて翌年のこう果実生成に生かすとか、翌年の葉っぱの生成に生かすっていうことをやっているんですよ。まあ熊の冬眠と一緒ですよ、うん、過酷な時期はねこう無駄に環境に逆らわず冬眠するみたいなね、まあ、そういう感じです、はい。でこれはね木自身のリフレッシュにもなります。まあ、葉っぱを落とすことによって、まあ、病害虫とかね、まあ、虫にこう侵食された葉っぱとかもね全て落とすので、はい、すごく栽培者側、からするとね、すごくメリットがあります。はい、で温帯果樹ね結構ね、あ温帯果樹じゃない、熱帯果樹ね結構葉っぱが落ちないのでちょっと大変なんですよ、冬もね。で常に光合成をするので、あのね葉っぱからこう水が蒸散されるの、蒸発っていうのかなされるので、乾水とかね散水をしないといけないです。でやっぱり葉っぱがあるので冬もね害虫が出ます、はい。で害虫の駆除をしないといけないのでやっぱりこう大変です、うん、そういった特徴があります。それでは次の特徴に移っていきたいと思います。で2番目の特徴と3番目の特徴同時にちょっと解説していきたいと思います。で2番目ですね、乾燥ストレスで花芽がつく、乾燥ストレスで花芽がつく。で3番目、発芽が不揃いで長い開花期間ですね、発芽が不揃いで長い開花期間、それぞれやっていきたいと思います。で日本にいるとね少しまあ、想像がしづらいと思うんですけれども、熱帯地域というのは、季節2つしかありません四季がないですね。春夏秋冬がなくて、何があるかというと雨季と乾季が、繰り返される、という地域ですね。でこういう地域で、熱帯果樹というのはすごく居心地が、熱帯果樹自身がですね居心地がいいんですね、そういう地域の方が、うん。で花芽が形成されるポイントがこの雨季から乾季に移る、ちょうどその時期なんですよ。でこの乾燥ストレスって言って季節がね大きくガラッと変わる時に、その環境の変化に合わせて、は環境が変わった花を咲かせなきゃってなるんですよで花が咲くと。でこれ乾季の時期にですね、ダラダラと、果実が実って収穫ができる、ダラダラと収穫ができるっていう感じなので、ここですね、うん、花芽がつくと。で発芽が不揃いで長い開花期間なんですよね、うん。でこの雨季と乾季の間に同時にパッて花が咲くかって言われると、これはね、そういうわけでもないんですよ。もうだポツ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 と咲いていきます。で、温帯果樹っていうのはね休眠をしてエネルギーを蓄えて、春になるとこう一斉にね、まあ、温度の関係にもよるんですけれども、こう花芽がファッと形成されて、まあ、収穫が揃うんですけれども、熱帯果樹の場合はこうダラダラと長い期間収穫できます。で、これはですね、まあ、一説によると、まあ、害虫とか鳥などの動物に食べられてしまうリスクを回避するために、ダラダラと、実ができると
いうふうに言われております。まあ、ここら辺はちょっと微妙なんですけれども、まあ果樹というのはね、種を運んでもらわないといけないので、鳥さんたちにねこう食べてもらわないといけないんですけれども、まあこうある一種類のねこう同時にパッとこう実ができてしまうと、まあ動物にガッと一瞬で駆逐されてしまうような時もあると思うので、ちょっとこの辺は説明が難しいまあダラダラとついて、ダラダラと鳥さんたちに食べてもらって、わーって種を運んでもらうという感じですね。でまた、実が収穫されたら、雨季になって、雨季から乾季になった時にまた花芽がつくと、こういうサイクルを、繰り返しております。はい次に行っていきましょう次行きましょう。はい、では4番目ですね。クライマクテリック型が多い、これは追熟型の果実という意味ですね。クライマクテリック型と言われております。で温帯果樹にはまあ馴染みが、若干薄いのかな。うん、こう熱帯果樹はね比較的このクライマクテリック型が多いので、収穫した後、未熟の状態で収穫した後、室温で20度から30度の室温で1週間から10日ぐらい置いておくっていうタイプが多いです。まあねアボカドとかね、他にもマンゴーもそうですね。うん、あとアテモヤとか、まあバナナがフルーツか野菜か問題はあるんですけれども、バナナとかね、ああいうものはこう未熟な状態で取っておいて、さらに、追熟させるっていうのが多いです。はい、うん、まああとスターフルーツとかもねそうですよね。でもやっぱりこう木の上で、完熟させた方がね僕的には美味しかったなと思います。やっぱスターフルーツもね、うん、マンゴーもアテモヤもそうですけど、木の上に長い間置いておけば置くほどやっぱりその、うん、糖がね、うん、高まるかなと思います。で追熟っていう行為自体がですね、エチレンっていう植物ホルモンが出てこの成熟を促すんですよ。熟れさせる、まあ、軟化させる期間を追熟というんですけれども、これはエチレンというね、まあ、植物ホルモンが担っております。でこの過程で、フルーツの中に入っているでんぷんがね糖に変わっていって、軟化していき、こう味が、濃くなっていくんですよ。でバナナとかね、こうフィリピンから来る、バナナはこう袋の中にエチレンガスっていうのを混入して日本に運んでくるんですよ。でその期間にこう追熟が、まあ、進んでいると。でまたねこうリンゴとかね結構エチレンをよく出す、フルーツの横に置いておくと売れやすいよっていうのが、そういった原因ですね。はい、はい、そんな感じです。クライマクテリック型が多い。はい、うん、で最後に、今では熱帯だけではなく温帯地域でも栽培が可能と。で熱帯果樹ね、まあ、本当にいろんな種類があるんですよ。まあまだ僕たち人間がね見つけてないフルーツとかもねあると言われております。アマゾンの奥地とかね、うん、で日本に来ていないフルーツもねかなりたくさんあります。もう東南アジアでしか食べれないやつとかね、ブラジルでしか食べれないやつとか、はいちょっと名前がポンとすぐ出てきはしないんですけど、まあ日本ではなかなか見ないのがやっぱパラミツとかね、あとドリアンとかね、まあ、パラミツっていうこう大きいそのジャックフルーツがあるんですけど、うん、熱帯東南アジアとかではねよく食べられたりするんですけどね、まあそういうのがあったりします。でまあこの熱帯果樹の栽培ですね、熱帯果樹の栽培自体が、まあ、最近こう本土の方でもよくされていて、まあ、アボカドとかねいろんな地域でやっぱ栽培されてますし、マンゴーとかもね、まあ、宮崎県とか結構有名ですけどいろんな地域でされていたりします。で北海道の方でもですね、こう冬の冷たい時期っていうのをいかにしのぐかがポイントにはなるんですけれども、まあ、栽培が可能です。うん、温暖化の影響か、まあ、設備の充実か、そういうのですごくね栽培ができるような環境になってきていると思いますので、ぜひ皆さんもね興味があれば、食べるだけではなく、家庭菜園、まあ、プランターとか鉢でもできると思いますので、ぜひやってみてもいいかなと思います。はい、ということで今回ですね、熱帯果樹の解説を、させていただきました。で詳しくはね本当にブログの方が詳しいと思いますので、ぜひブログの方もご一読時間があれば、ください。ということでこの動画がね、面白いと思った方、いいねボタンの方を押していただけると僕のモチベーションがすごく上がるという、システムになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もですね、よろしくお願いいたします。おかげさまで最近は、1200人を突破したということで、はい、2000人まではサボらずこう毎日できる限りやりたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴の方ありがとうございました。バイバイ。